世代のクリエイティブへ、バコバコ SX。 おめでとう、阿部美穂に内緒のサプライズが。そしてゆりさがエステで悶絶。ゆりさ、グラビアアイドル、舞台女優としても活躍中。趣味は麻雀。阿部美穂、グラビアアイドルとして活躍、プロレスのディーバとしてもリングに上がるなど幅広く活躍。バコバコSX。 テロップが変わった感じがするんですよ。ちょっとテロップ見えたんですよ今。いや、おかしくない？見えました。あとで編集されるもんって。あ、そう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 。35歳になられましたよ。にゃー。35歳。グラビアシーン撮影中に。おめでとう。阿部美穂さんが35歳ということで、こちらでご用意させていただきました。待って、ごめん、すごい嬉しかったし、びっくりしたんだけど、こういう可愛いの大好き。やったー。はい、早速誕生日アイスを実食。紫、あ、私これにした。あ、まあ、いいですね、いいですね。じゃあ私これにします。書いてある、バニラって書いてあるから、バニラって書いてあるんだもん。ウニてんてんじゃなくない、ね、バです。ウニてんてん、あ、ほら、大事あるじゃん、バニラ。特に鼻が落ちてて、鼻が落ちてて、かわいい、個性的くもさ、別の生物だと思ってました今。ここ、とか言ってる。そうなんです。あ、かわいい、かわいい。じゃあもうこの鼻早速食べよう。いいんだ。あ、食べまるで食べまるで書いてある。この番組のことを信じてないからこれで何かなのかなと思ったら、シンプルにサンデカルができました。わざわざ勉強になります。じゃあいきます。はい、あー、おいしい。おいしかったですか？ありがとう。バコバコ。セルフエステをゆりさが体験することに。次も私がいただかせていくと、はい、もう始まっちゃうからね。始まってる。え、でも持ってるだけで、だってもうこれすごい。バコバコでもその動きはダメです。動いちゃうの。え、いいのかな。何、気持ちよかった？どこが好き？すごい、まだ右足だけだよ。すごいです、これは。ピリピリする。でしょ。もう反対側も行くよ。はい、ピリピリ。ごめん、なんかちょっと溜まっちゃった。ごめん。すっごい、なんか大丈夫、すっごい白濁な白濁な。私からしか見えなかったのももったいない。ちょっとよくわかんないけど、もったくれ。もしもーし。もしもーし。聞こえますか？聞こえます。どうですか？あ、これ受話器。あ、それ。ちょっとごめんね、私下手みたいで、なんかこう溜まっちゃうの。なんかね、白濁して溜まっちゃう。ちょっと見せたい。見て、白濁して溜まっちゃう。ごめんね。バコバコ。今週は水着でお届けしようかなと。ねえねえ、何歌うの？今日はですね、大塚愛さんのさくらんぼを歌わせていただきたいと思います。今のごめん、もう一回見たい。大塚愛さんのさくらんぼを。なんですぐやめちゃう。, 笑顔咲く君とつながってたい。もしあの向こうに見えるものがあるなら、愛し合う二人、幸せの空、隣のしあなたと私さくらんぼ。わかんない、見たこともない。高濃度水素吸入器のマシンでございまして、気持ちいい。整う。来週は神保町でセルフ罰ゲームの大暴走。